川人の会代表小池百合子でございます。この錦糸町の駅前に参りまして、昨年のあの夏の暑い暑い戦い思い出しました。あの時も多くの方々がこうやって詰めかけてくださって、私の声、私の思い聞いていただきました。そしてあれからもうほぼ1年が経とうといたしております。東京大改革、この大げさな言葉を引っ掛けて、そして都知事として進めているところでございますが、まずは情報公開が井の一番だということから、これまでいわゆるのり弁と言われて、おのりがバーッと乗っかったようで中身がなかなか見えないような、そんな資料、これもですね、一枚一枚ペラペラと剥がしていき、そして皆様方の大切なこの税金、これをちゃんと使っていることを皆さんで確認していただくように、この情報公開を進めたところでございます。もう一つ進めてまいりましたのが待機児童対策でございます。昨年市になって最初に行いましたのが緊急補正予算の計上でございました。126億円、そしてこの126億円をベースにして23区そしてまた東京都の都内の区市町村がそれぞれ現場を持っている、そして保育児待機児童を一人でもなくしていくために、例えば都立の公園、結構広いですね、そこに都立のこの公園の一角を使って、そして区がそこで保育園保育所を作っていく、そのような動きが今どんどん広がりつつあります。私が最初に126億円のこの補正予算をつけた、さらには新年度400億円増いたしまして1381億円という待機児童対策を取った、今一番新しい数字で8590人の待機児童がまだこの東京にはいる、いえ場合によってはこれからまた増えると言われています。どんどん待機児童対策をしても、またあ、じゃあ私ももう一人子供を産もうかしら、そう思う女性が増えているという調査であり、私はこのことはいい話ではないかとこう思っているのであります。それによってこれから2025年、人口はこの東京でさえ頭を打ちます、ピークアウトをします、減っていきます。今東京都内でさえ82万戸もあるという空き家、空き室問題、これも一番基礎となる人口の問題も解決しなければならない。そして何よりもスキルを持った女性が子育てをしながら働き続ける、そんな当たり前の東京、当たり前の街にしていきたいと思っています。ちなみに待機児童っていう、まあ英語でそういう辞書を引いても載ってないと思いますよ。そんな言葉基本的に他の国にはないからであります。もちろん子供を抱えながらいろいろと悩みもあるお母さん世界中にいます。だけどこんな日本のようにですね、スキルがあって子育てもしたい、だけど仕事が辞めなければならない、そんな理不尽な国はそうそうありません。例えばこの地域で改革を担当してくれている成木屋さん、ありがとうございます。こんな素晴らしい女性が今回立ち上がってくれました。共に東京大改革を進めようという、そんな一人であります。今回都民ファーストの会で公認候補として来週から始まります都議選に立候補を予定している48名のうち17名が実は女性であります。女性が意思決定の場にいる、そして女性がもっと生活者の観点からの都政を進めていく、それによって女性が輝く、お子さんが育っていく、どうなると思いますか。男性も輝くようになると私はそう信じています。自信ない？自信ありますよね。はい、あるよねって声上がりました。輝いてます。私は、はい、ありがとうございます。私はね、こんなに長時間働いて、そしてまたで満員電車に揺られて、今日本を代表するような企業がなかなかうまくいっていない、ここはね変え時なんですよ。働き方も変えていく、そして子育ての仕方も変えていく、働きながらそして子育てもできるという、そんな当たり前の東京にするために、私は
この1歳のお子さん育てながら公認会計士としてバリバリ働いてきた成清さんのような女性がもっともっと東京で活躍できるように成清さんを先頭にしてこの地域でぜひとも都議会そのものから変えていく、そちらの方に皆様方のご協力をよろしくお願いを申し上げたいと考えています。いかがでしょうか。ありがとう。任せます。東京大学を卒業して公認会計士、まさしくエリートの道を歩んでこられました。都議会議員結構大変です。リスクもあります。だけどそこに今回チャレンジしてくれている成清さん、どうぞ皆さんでお育ていただきたい。そして4年に1回なのはオリンピック・パラリンピックだけではありませんよ。都議会議員選挙も4年に1回であります。あの古い都議会を皆さんのお力で変えていきましょうよ。そしてこんなに素敵な成清さんのような方に代表してもらって、そして東京都政もそして都議会も変えていきましょうよ。古い議会を新しく、成清理沙子さんと共に古い議会を新しい議会に変えていきたいと思います。皆さんいかがでしょうか。本当に理沙子ありがとうございます。どうやら今日はポケモン GO でもここは人気のようでございますけれども、さあ皆さん4年に1回皆さんにチャンスがある古い議会を新しく、そして成清さんのような素敵な女性に皆さんを代表してもらおうではありませんか。どうぞ皆さん最後までよろしくお願いを申し上げます。来週から本番でございます。ありがとうございました。成清理沙子とともに東京大会が進めてまいります。ありがとうございました。都民ファースト会代表、東京都知事小池百合子からの応援の面でありました。小池都知事の信頼も厚い成清理沙子さん、どうか墨田区の皆さん、錦糸町の皆さん、成清理沙子さんをよろしくお願いをいたします。小池百合子代表、心からのお願いでございます。よろしくお願いいたします。お世話になります。では引き続きまして、この墨田区から東京都政大改革に向けて進んでいく成清理沙子からお訴えをさせていただきます。よろしくお願いをいたします。